ごめんね、ミック。痛かっただろう。痛いのは僕だって嫌いだよ。でも、これで僕たちは永遠に一緒にいられるんだよ。なんということだ。神よ、さまよえる魂に導きよ。永遠に一緒にいたかっただけなのに。パリ行きユーロスターは現在15分遅れで運行中です。ご利用ありがとうございます。ロンドンへようこそ、神父様。神のご加護を。年齢20歳、男性。死亡時間約72時間前。ただし活動停止は12時間前。組織変化はまだそう顕著に現れてはいない。そこを切って。パブリックスクールの生徒なんですが、イタリアからの留学生で、家は貴族。解剖は極秘にしなくては。しつけができてなかっただけ。人の血を吸う人間になってはいけません。あなたは貴族の子弟なんですよって。これより問題の、あった。発見した。やはり機能は停止している。厄介なのはこれの方だ。近年急増した吸血鬼が何者かの恣意的な関与によるものだとしたら。王立国境騎士団が取るべき道は変わらない。サーチ&デストロイ。あの坊やがどこで誰と接触してきたかくらいはそちらで調べてるんでしょうね。すでに捜査は開始しています。切開した箇所は縫合してくれ。はあ、 NHB の処理は焼却が義務付けられて。宗派が違うんだ。あ、外国人。遺体は後日ローマから引き取りに来る。虫は駆除してあるし問題はない。はい。疲れた、シム。マジシム。何してんだよ、フケ。あ、すいません。でもそれを飲まなければお前はどんどん弱っていく。何度言えばわかる。本来ならお前は人の限界を超えた体力を持ち得ているはずなのに。なんだその面。あ、分かってはいるっていうか、私頭の中で喋ってて、なんかどんどん人間離れしていくっていうか。
神のご加護。吸血鬼が人を生み出す、そんな時代になったのをどう思う、アーカード。いつの時代にだってちんけなまがいものはいるもんだ。それは本物の誇りが言わせていると。しかしこのヘルシング家が代々戦の相手としてきた者どもとの間に一体どれほどの差がある。わかっている。お前とあいつらとは全く違う存在。ならなぜ試すようなことを言う。ヒューマンはそこがわからない。あの父兄にしたってな。何？わかった。通しなさい。どうぞ。ミック、僕は君と永遠に一緒にいたいだけなんだ。分かってくれたんだよね。答えてよミック。ねえ、見えないよミック。どこにいるんだい？ミック、どこ？特務局第13課イスカリオ的艦だと。現在ロンドン市警察が地下を封じていますが、犠牲となった警官がグール化するのも時間の問題です。チップを抜いても一度汚染されたら人間には戻れるはずがない。愚か者ぞろいだ。ヘルシング機関 A 中隊、武装 C3 でこれより現場に向かいます。神と女王陛下のご加護、エイメン。エイメン。ゴーゴーゴー。アーカードにも行かせなさい。吸血鬼は今のところただ一人では。同じ言葉は二度言わない、ウォルター。ここはプロテスタントの国、バチカンに勝手な真似はさせない。どこ？ビクトリア。はい。お前はここで待機。シフト B7、先行突入。だってノート、ノート。
まさか。ギャリス班長、来るのか。あの人が探してる人、ミックって。とっくに死体は焼かれた。吹け、狙うなら確実に心臓か頭をぶち抜け。マスター。やつらとて好き好んでグールになったわけではない。一度こうなってしまった人間を元に戻す方法はないのだ。速やかにぶち殺してやるのが奴らへの救い。戸惑うな。イエスサー、マイマスター世界にはいない。嘘。嘘ですよね、ギャリス班長。人に飼われていたとて、お前も堕落した人ならざる者。あの哀れなエンリゴ・スティバレッティの魂も消え去ったが、この聖なる剣で平穏を取り戻す。意外は我々の正当なる祭礼にて沈める。くそ、我は神の代理人、我は神罰の代行者。間違いだぜ、クソ坊主。マスター。喋るな、フケ。お前の体は弱っている。お前か、ヘルシング家に代々飼われてきた化け物は。イスカリオテ機関。そうか。貴様らのような化け物をヘルシング家など遥か及ばぬ古き時から戒めてきたのだよ。浄化したのさ、薄汚い化け物が陳腐な術を使えないように。我らが使命は、我らが神に逆らう愚者をその肉の一片までも絶滅させること。エーメン。人間の分際で身の程知らずか。用の弾で地獄に落ちろ、チップ様。ああ、マスター。嫌なもんに切られちまったな。こいつにやられると厄介なんだ、我々でも。
再生者、リジエネーターだったのか。目には目を。貴様ら化け物と戦うために神の御業と人が作り出した技術だ。人ですらない哀れな出来損ない、破滅させてやろう。お前の神の代わりに。いくらリジエネーターとて、同じところに銀の弾を何発もぶち込まれたら持ちはしまい。命乞いでもしてろ、クソ野郎。人の作った武器で戦う古き吸血鬼が。青銅騎士パラディン、アレクサンド・アンデルセン。神の代行を止められる者はこの国にはいない。大概にしなさい。あなたのミッションはすでにエンリコ・スティバレッティの意外消滅によって履行不可能となっている。吸血鬼の討伐は常に我らの使命。ただでさえ越権であるのに、そこまでのことをしてただで済むと思うのか。大司教からの召喚だ。うん。直ちにバチカンに戻れと書いてあるはずだ。女王陛下の恩情に感謝しろ。またお目にかかる時が来るでしょう。さあ、インテグラルウィンゲーツヘルシング。リジエネーターに負けるような吸血鬼はヘルシング家には不要だ、アカド。自分の班長すら守れない半人前の吸血鬼も我が機関には不要。すみません。お前は使役されるための吸血鬼ではなくなる。本当の意味で我々の一族になるのだ。マスターじゃなくなっちゃう。そうだ。自分の意志で血液を喰らい、自分の力で夜を歩くノーライフキングに。私の血を飲め、セラス・ビクトリア。それが今の選択か、父兄。わかんない。わかんないんです。でも、なんか、今は、私。